時刻表示しといて、よし。これで流れて、ああそうか、まだ流れてないか。ここ電波悪いんだった。ちょっと移動します。うん、じゃあごちそうさんでした。あ、どうもどうも、気をつけて。え、ありがとうございます。はい、今も配信しながらやってます。顔は映っても大丈夫ですか？全然大丈夫です。じゃあちゃんぽんのご主人とさっきずっと話してました。じゃあまた来ます。どうも気をつけて。これで電波少し良くなったはず、移動して。今これで流れてますかね、ちゃんと。いらっしゃい。結構時間経ったような、確か昼飯食いに入ったの何時だったっけ。今2時半ぐらいだから、さ、めちゃくちゃいい天気です。でもって空気は涼しいんでベストですね。で、あそこのちゃんぽんは豚骨じゃなかったんで珍しかったです。いらっしゃい。でもやっぱり朝飯食いすぎたのがまだ後引いてて腹いっぱいになった。あれちゃんぽんなんですけどね、ネギちゃんぽんって言ってました。ただ私が入った時点ですでに8人だったか9人だったか来てて、今のさっきのちらっと映った大将がいっぱいいっぱいになってました。それでみんな私より先に出て行って、で私が最後の一玉だったみたいで、他の後から来た人みんな終わりですって言われてました。でその後最後に私が食い終わったんで話をしてたんですけど、今のちゃんぽん屋さんのご主人は一昨年11月からなんかあれは抽象画じゃないけど自分の心の中にある何かを絵に描くっていうのをずっと描いてるみたいで、なんか去年は200何枚描いたって言ってましたね。でそれがなんか、どっかの美術館だったかどっかの関係者の目に留まって、いきなり去年かな個展を開いたとか、なんかすごいこと言ってましたね。こんにちは。だからもしかしたら今のちゃんぽん店はいつの間にかなくなってて、絵の方でなんかニュースで見たりする可能性があるかもしれない。泊まり、今日泊まります。本土っていうところの市街地に泊まります。とりあえず亀の絵回ったな。そんな1年で個展開くとかなるっていうのがすごいなと思って。あ、ガス大丈夫ですかね。という話を今15分か20分ぐらいしてたのかな。ので結構間が来ました、配信の。いらっしゃい。あとさっきの佐吉教会のところに店の、熱くもなく全くです。パーキー了解。そうそう、パーキング、店のパーキングの看板が3キロぐらい離れて、惜しかったです。佐吉教会のところに何であれがあったかっていうと、さっきの大将の実家があそこだからそうです。単に実家の前にあれが置いてあるだけらしいというか、なんで出してるんだって思うんですけどね。家の中にしまっとくんじゃないのか、ああいうのは。あれ 3. 点何キロって確か書いてあったと思うので、ある種のギャグとしてあそこに置いてあるのかなともちょっと思ってます。距離は正しく書いてあったみたいだから
あと今のちゃんぽん店は看板見たら朝5時からやってるそうです。どういう需要なんですかね。トラック野郎とか、トラック野郎こんなとこ通るんかな。朝5時からやってて今さっき終わったってことなのかな、ちゃんぽんの種が。これから峠登りなんで若干時間に不安が出てきた。あ、看板の謎マジで。じゃあ流れるようになったら教えてください。映像が止まらなくなったら。でこれちょろっと言っても伝わってるかどうか怪しいよな。看板の謎は後で言います。看板の謎は電波が安定したら言います。あ、よかった、戻りは追い風だ。うん、電波悪いか。電波今はどうですかね。OK。 あ、OK。 どれの OK だろう。今電波来てるのか。あれ、もう布団が取り込んであった。さっきあそこに布団干してあったのに。結構西風強いな。フラグ、おお、風強い。すごいよ、湯風。どんだ、そこは行ってたのか。電波安定したらまたいろいろ喋るので。映像が止まらなくなったら教えてください。これでもうすぐ国道じゃないや。もともと今良さげですかね。さっきのかん、あのちゃんぽん屋さんの看板が3キロぐらい離れた先津教会の近くに置いてあったのは、あのちゃんぽん屋さんの大将の、あ、滑らか、大将の実家があそこだからだそうです。で、実家はそこだから分かるんだけど、なんで看板が置いてあるんだろうと思いますけどね。パーキングの、で、なんかあそこまでのどうも距離が正しく書いてあったように思うんで、なんかの冗談としての意味であそこに置いてあったのかもしれないですね。逆なのかもしれない。で、あれと同じものがさっきあの店の前にもありました。E730 だっけ、750だっけ、誤解用ですね。おはようございます。というわけで、またなんか変な体験をしてしまって大変面白いです。アーティストの遊び、そういうのもあるのかもしれない。あ、でも宣伝って意味だったらあれ何のことだか書きますよね。あれじゃ何のことだか分からん。で、もうすぐさっき来た道を最後まで戻って峠の方に登る道になる。
あとさっきの大将から教えてもらったんですけど、調べた、うん、あのオレンジラインっていうのがここから戻っていて、上天草って言ったかな、こっちじゃない方のあの 北東側にある方の次の島ですけど、あそこに山の上通るオレンジラインっていうところがあって、そこになんか女性が一人でやってる山の上のカフェがあるんだそうです。そういや、それがなんか美味しいのかとか美人なのかとかそういう情報は全然聞いてなかったな。そういや、でもあれむちゃくちゃ山の上みたいなんで、明日行けるのかな。山の上通ってみたくはあるけど、なんか山の上通ってる広域農道って言ってましたけどね。一人どうなんですかね。まあ別に住んでるわけじゃ。ティーガーデン、ああそうかも。大将はなんかアップルなんとかって言ってたと思うって言ってたんですけど、アップルで検索しても引っかかりはしないんで、ティーガーデンだったらなんか雰囲気的に名前合ってると思う。それが山の上にあるカフェですかね、場所は。でここから左、そう検索するとアップルストアしか出てこないんですよ。天草周辺で文字列検索で候補出そうとすると、スペイン風水俣っていうのが確か天草の、天草から要は右側にあるんでしたっけ。iTunes、これからようやく峠登りです。標高差300メートル と、150か200ぐらいかな。オレンジラインですよね。そんな気軽に登れるとこなのかどうか知らん、まだ分かんないんですけど明日通って普通の時間で行けるかどうか。天草ですよね、水俣。天草と水俣の間にあるのが不知火海っていうことですよね。寒い、気温低いですよね、あのゴールデンウィークにしちゃ。私には今ちょうどいいけど、バイカーですかね。あと車が来ないって言ってました。そこも結構惹かれます。今日は夕方6時に着くのは時間的に厳しいかな。確かまだここから峠越えでの50キロぐらいはあったと思うので、50キロないかな、40キロ台かな。くしゃみが、まあ別に7時8時になってもあの夕食頼んでるわけじゃないので、連絡入れれば大丈夫だと思ってますけどね。んこれはどっちでもいいのか。知らないか、そうかな。由来的にそういう意味じゃないと思うけど、中二的な意味では。お、一応これライドウィズ GPS のオートルート検索で出た道なんだけど、えらいおつな道を出してくるな。おつ、これ桜の木かってことは3月はえらいことになりそうですね。ここはお花見するには狭いけど、いい道だな。お、玉ねぎ。
そんだけ、ああ、可能性ありますね。ケムシ通り。ケムシは何月ぐらいだっけ、桜の木は。今の時期でしたっけ。これでさっきの道にまた合流。狭いですね。でも誰も来ない。夏ですかね。これシャドウどんぐらいあるのか確認してなかったな。 10% とかあったら嫌だな。しげる館？しげるって水木しげるですかね。しげる館っていうのは多分行ってないと思うんですけど、それか地名か今のは。ちょっと棒読みの読みだと分かりませんでした。海水浴場、海水浴場がある西側の海の話だとしたら、今回は西側を避けて山中を突っ切ってます。400、あれ300までしかなかったはずだけどな。プロフィールマップだと300ぐらいでしたけどね。まあ400でも行けなくはないと思う。せいぜい裏やびてたし、それでなんかへばってたらやび復帰できないし。あれも電波はまたこの辺で良くなるんじゃないかな。民家があるので。ダメか電波は。何の木だこれ。復帰しないか。あ、戻った。集落があるから復活するかと思ったらしなかったんでと思ったらしましたね。なんか新緑だけじゃなくて黄色っぽいのもありますね。市内民、市内は天草市内。牛バカに行かなかった。行かなかったはどのあたりの話だろう。うん、想像ですよね。熊本市民、高浜は確か高浜、うん、あ、西側を。高浜なんとかっていう漫画家が手塚治虫大賞を取ってなんか伸びてるみたいな話を、あの民宿の奥さんのお友達のはっちゃんさんから聞きましたよ。高浜、
高浜館、館確か高浜館だが天草出身で、さっきのあのスイピンタ、さっきの高浜っていう地名のを使ったペンネームじゃないけども漫画家ネームじゃないかっていう話をしてましたね。こっち出身で、お、こんな山の方にもカエルが。いい声。細かいアップダウンあるけど、まだ全然上り差し掛かってないですね。牛ガエルってあのボーンボーンっていうやつじゃないんですかね。なんか食用ガエルの鳴き声って言ってたから、牛ガエルってあのボーンボーンじゃないかな。ボーンっていうかブオンというか。牛ガエルと食用ガエルって一緒ですよね。違うかな。結構遅いですね。東側の方が車多いんだろうと思ってこっちに避けてきてます。まあ期待通り車は少ないですね。ただ上り切ったあたりで途中で国道に合流して下っていきます。一旦標高300のピークに登って、で一旦下った先で150ぐらい上り返してトンネル入って、出た先で国道に合流。牛ガエル出てましたっけ。あれ覚えてないな。少なくとも鳴き声は出てなかったような。あ、電波やばそう。ここから先は山に挟まれてるし、ワンカットどこだろうな。今のところとりあえず民家があって開けてるからまだ電波入るんでしょうね。340、結構あるな。300ちょうどくらいだと思ってたんだけどな。見間違いかな。あともう3時近くだから、バッテリーが昼飯食ってる間温存してたけど、あと 1,2 時間で切れる可能性が十分あります。デカバッテリー、パソコンとアクションカムに電源供給してるバッテリーが。チッス。充電器は、メーカーどこだろう。どれかよくわからんやつです。とりあえずデカバッテリーに充電できてるやつってことで持ってきただけですけど、まさかノートパソコンに自家充電できないとは。昨日の夜に気づいてればまだ間に合ったかもしれんのにな、フル充電。夜というか夕方ぐらいに気づいてできていれば。
でもそんな相性の問題があるとは家にいるときは気づいてなかったから気づきようがない。なんかじわじわ登ってはいるけどまだまだ先だな。あ、延長しとくか。また民家あるから大丈夫だろこの辺。ありゃ16時ぐらいまで持つな。今これビットレートは、あ、行ってますね。こうか。今普通に流れてますよね。でも6時間取っとくと、とりあえずあの夕方6時ぐらいまでの分を今撮ったんですけど、うん、電波なくなってずっと1時間2時間ぐらい真っ暗画面っていうのも放置しといていいのかなって気もします。まあ1時間放置ってことはないかな。電波はところどころであるだろうから。でもなんか一旦切れたらもうそこまでっていうのでもいい気はするんですよね。それはそれで、まあ何も言えないけど。ちょっと向かい風。ああ、いいな。ガソリンスタンド、あ、そうそう、私もそう思いました。口に出してなかったけど、そういう録画してたっけ。あ、してる、よかった。確かこれさっきも確認したような気がするな。やばい、短期記憶が。ああ、電波良くないですかね。それか私がきつそうって言ってるのかな。あのじわ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 登ってるんで、それなりに足に負担がきます。
35と291、どれだろう、この県道を突き当たりの定時路まで行って、そこから東にはまだ県道をしばらく行くんですけど、途中であのトンネルくぐって国道の方に出ますっていう説明じゃ伝わらんかな。ちょっと今国道県道の番号を簡単に見られなくて、いやこれだったらできるか。291、どうだっけ、ちょっと待てよ。35号の方だと思う。291だと割と早く、高級コーヒートンネル、35号経由の予定でした。そっちの方がきついんかな。35号の方が標高300ぐらいだったと思うんですよ。あ、名前が書いてあるタイプの鯉のぼりだ。200、そんな低かったっけ。ってことは35号の方が緩いんかな。あんまりなんか比較検討せずにルート決めてましたけど、結構微妙な選択肢があるな。ティーガーデン、あ、やっぱそうなんですかね。きそうに、どうなんですかね。まあでも35号走る覚悟で来てるので特に問題はないんですけど、何これ、人参か、ものすごく人参色してる。あぐねぐね。291の方が楽なのか。いやでも35号行く。それかなんか一時的にこれ溶け出してるんですかね、 赤土とかが。むちゃくちゃ野菜ジュースの色してる。あ、配信だと黄色く見える。ちょっと、一応地図の場所も確認しとくか。何川だこれ。川の名前がわからないけど、どこに書いてあるか。これは多分充実野菜が流れ出してる。今田川。今田川かな。の轟橋、ちょっとツイートしとこ。すごいですよね。カッコで今田川酸化沈殿。これ水の色がでもオレンジですよね。黄色か。これでよし。ツイートできたかな。まだツイート中か。もう少し行った。あ、なんか人が歩いてるから。
これいつもこんな色なんですか。ああ、北斗が不思議だったから見に来たんですけど。ああ、じゃあいつもじゃない、どっから流れ聞いてるか、はい、どっから流れ聞いてたのかと思ってたら、なんか赤土か何かなのかなと思って。やっぱり異常なんですね、これ。水田には水が入れようになってる。ええ。あ、それで。あ、じゃあ失礼します。聞こえてないか。やっぱ異常なんだこれ。あの石、水がかかってる石なんかも全然黄色とかオレンジしてないんで。いやー、どうだろう。そうですね、いけるかも。あ、でもそれだと291。あー、いや違う、35号か。35号沿いに行くんだったらかなり上流までたどれますね。ここもまだオレンジだ。農家の人が田んぼに水入れてたらなんかすごい色してるからって見に来たって言われてましたね今。まだまだずっと上までオレンジだ。なんかそのやばい物質が流れ出すにしたってこんなものすごい量賄えると思えないんで、赤土の斜面がなんか例えば崩落してあの川に入ったとかなんですかね。黄色くない。ああ。ああ、登ってきたな。原因見つけられるかなこれ。冷活？オレンジ色。あ、普段は。まあこれ原因が分かったとしてさっきの人に伝えに戻ることはできないけど、もし分かったらツイッターで、あれ、まだこの先、ああこの先支流との分岐というか合流点があって、多分この35号の方があのメインだと思うんですけど、35号沿いの方が。ここでまだオレンジ色かどうか。オレンジ色だ。何の成分なんですかねこれ。 赤土っぽいなと思うんだけど。あ、綺麗だ。え、どこ。あれ、すぐそこが原因があるの。ここ綺麗になってる。このすぐ近くどっかに原因がある。でもこの辺りよく見えない。いや綺麗だな。あ、あっちの支流だ。細い方の支流から来てる。
報道、うん、なんかそんなんかなと思うんですよね。それだったら説明がつきやすいような気がする。これのシリーズ291号の方だな。291号に行ってみるか。せっかくだから気になるので。でもそれだと266に早々に合流してしまうんだよな。まあ行ってみるか。予定変更。まあもしかしたらあっちの方が楽かもしれんし、291の方が。でも今田川の支流だから別の名前の川かな、この原因と原因の方の川は。どれ、ん、ああ、オレンジだ。最新は今行ってないですかね。まあこの山の中だと電波ないか。多分これツイッターも、あ、ツイッター届いてるな。コメントぐらい取れるかも。あれ？映像はなんか言ってんのか？コメント再取得。再取得。なんか映像行ってるっぽく見えるな。そこに砂防ダムから流れてる水が見えるんですけど、ここはやっぱりオレンジ色です。コメント、あれ行ってないのかな。これビットレート800とか1000とか行ってるのに、ん、あ、コメントビアが死んだ。いや生きてる。ああ、やっぱコメントが取れてないのか。今これ291号の方沿いの川にこのオレンジ色の原因があるみたいなんで、予定変更してこっちに来ました。でもそれだったら国道の方が原因だったらみんな、分かってる人いるだろうから、ツイッターとか見りゃ原因がわかるのかな、これ。すいません、コメントが取れてないです。繋がらない。ちょっとじゃあすいません、ブツブツでしかも独り言言いながらですけど進みます。なんでコメント取れないんだこれ。映像が流れるぐらいのビットレートあるのに。よっと、まあでもこの先また電波ないかな。もういい加減山の中だから。うわ、ん、川トンボ飛んでるな、あそこ。虫が触れて即死ぬような、なんかやばい状態ではないんかな。匂いは特にしないし。まだオレンジ色、まだ大々。あ、
お、なんかエラー音が。でも電波ないからどうしようもないなこれ。だいだいだ。ああ、焦げる焦げる。見えない、水が見えない。大体だ。この道自体が土砂崩れで通れなくなってたりしたら笑うな。大体色。オレンジ色。電波ねえな。でもなんか色が薄くなってきてるような。単に水量が違うからかな。これ周りが赤土っぽく見えてるのは流れてきたのが溜まったのか溶け出してる側なのか。溶け出してんのかなこれ。もうちょい先までたどれるなこれ。
よっと。こっから、つら折りで、最後の休憩したかな。向こうに川が見えるから、このぐにゃぐにゃのすぐ先が、ピークのはず。随分ワインディングで傾斜緩くしてある。あれ川どこだ。この辺まで水は書いてあるんだけど、あれ、ほとんど水流れてないな、ここ。ダメだ、原因はっきりしなかった。やっぱり赤土が溶け出して流れ込んでるようにも見えるけどな。ここから先もう水の流れから離れてしまうから見えんな。そのマップの情報を出してよかったな。スクショ撮っときゃよかった。登りにしてはえらく緩いな。えらく念入りにワインディングにしてある。全然濁ってないな。
もう道の真ん中に苔が、めちゃくちゃ交通量少ないな、ここ。ああ涼しい。注意。まだ一応上りだな。平地か上りかなんかちょっと微妙になってくるぐらいゆるーく上り続けてる。まだネットワークダメだ。ツイッターが更新できない。向こうの空が見えてる。ってことはそろそろか。切り通し？お、よっと、切り通した。なんか白と灰色の、なんだこれ、屋根か。読めない。3月しか読めない。あ、牛だ。こんなとこに牛舎がある。あそこにもシール。色からして肉牛なのかな。区別の仕方知らんけど。天草の地。
でネットワークは届いた。行けるかな。コメントも取れるかどうか。取れたらどんなもんだろう。お、400、200、ダメだな、まだまだ映像出ないな。これドロップしまくってる。241側、291か。すみません、音声も言ってるか怪しいですけど、R266に、ご、う、りゅ、しますと。いけないか、ダメか。ビットレートはダメだな。とりあえず下りますね。あ、道の駅あるんだ、下ったとこに。あ、林道か。下っていって合流します。あ、声は聞こえてるのか。あ、なんかえらく ものすごくゆるーく登る道でした。で、今ピークを越えたらそこに牛舎が、あ、音声、牛舎があって黒牛がいました。あ、ドラココはなんで止まったままなんだろう。ちょっと確認します。ドラココは、なんか失敗してるな。これでいったかな。一応あと5秒で手動送信後の自動送信ができるかどうか。通信エラーだ、ダメだ。ドラココなぜかいけないですね。なんでだ。あと車が初めて来たな、この道で。今ナンバー高山って書いてあったかな。黒毛和牛、なんかピークの、まあ、トボゲかどうかわからないんですけど、ピークのところに牛舎がポツンと。あ、出てますか。で、今音声言ってるんだったら説明できるかな。オレンジ色に濁った川の原因は結局わかりませんでした。たどれるところまで行ったらまだそこでオレンジ色で、なんか周囲を見ると赤土が溶け出しているようにも見えたんだけど、逆になんか溶けてきた赤土がその辺にこびりついてたのかもしれない。赤土というか、なんか赤いものが。というわけで原因はっきりしませんでした。地図上で水色の線が引いてある上の方まで行ったんですけど、そっちは水がそもそも流れてませんでした。だから多分この辺の土の赤土が流れ込んでるんじゃ、溶け出してんじゃないかなと思うんですけどね。はっきりしないです。ルート変更してきたのに。お、焼き物釜だ。また電波ダメかな。ちょっと峠道のリハビリっていうには緩すぎる登りでした。国道沿いになれば多分電波は大丈夫じゃないかな。
で国道に着いたらまた登るんだろうけど、これなった。あれはなんて書いてあるかな。メダカ？メダカだ。メダカ養殖。もうあそこの民家で。あ、そうだ。ここでまた配信確認します。ツイッターの更新は当然でき、あれ？ここも電波ないんか。あ、いや、一応あるな。まあ、ここから多分良くなっていくと思うんだけど。ビューは接続く。配信開始。お、流れてる。これで復活したっぽいですね。山の中の道を抜けて、また民家が見えるところまで来ました。でこれもうちょい下ったら国道266に合流ですね。すいません、やっぱり山の中電波ないですね。でここから先国道に合流するんで、そこから先はある程度安定するんじゃないかと思うんですけどね。しかしまたダーッと下ってきたから、国道であとどんだけ上り返しがいるのかが計算できてないのか。あ、撮ってますか。さっきなんか割と調子良さそうに見えたのに。この辺りなんか坂道が全部緩いですね。急坂があんまりない。あ、まだ。あと、これ国道に合流したあたりに山の中に道の駅があるみたいです。とりあえずそこで補給食でも食っとくかな。腹減ってないけど、大福餅は食っとかないとやばそうだから。あ、また蛇死んでる。ルート変更した理由は、人参ジュース色になってた川の原因を突き止めようと思って、支流の方をたどってきたらあっちの道になったんですよ。でも結局はっきりしなかった。赤土が流れ出してああなったっていう可能性が一番高そうに見えましたけどね。水の流れが見える一番端っこまで行ってもまだ濁ってました。オレンジ色に。赤土だと思うんですけどね。あんな山の中他に施設とかないだろうし。でもそれだったら地元の人が赤土が流れ出す現象って知らないはずないんですよね。
だから普段ない特殊な現象なのかなというのもありますけど、なんか別の原因だったのかな。バイク、あのバイクはあれは調整したあんな速度にしてるんですかね。あんな速度しか出ないようにされたバイクってことはないですよね。おじいさんが運転してたんですけど、行かなかった道の方が、でも今田川の濁ってる原因の支流の方をたどっていったら291だったんですけどね。まあ特別なことでもないかな。原因突き止めたらバズるとかちょっと思ったりはあんまりしなかったですけど、とりあえず個人的に原因知りたかった。本気ですよね。なんかおじいさんが乗るからリミッターめちゃくちゃ遅くかけてあるとかいうバイクあるんですかね。そんなもんないかな。あの速度に調整するっていうのもそれなりに意図的にやんなきゃいけないだろうから、ああいう速度に調整しながら乗ってるんですかね、おじいさんが。安全運転なのかな。そんななんかリミッターかけるようなことは普通ないかな。あ、国道に合流しますね。電波今は安定してますかね。国道沿い大丈夫かな。免許入りま、なんて、まあ、免許はいりませんか、もしかして。そういうなんか違う、あ、そういう種類のバイクなのか、あれバイクじゃないのか、そもそも。あ、来てますか、ありがとうございます。塩、あ、あった、道の駅宮地岳かかしの里。宮地岳神社っていうのが私の実家の結構近くにあるんですけど、5キロか10キロぐらいのところに。そんなもんないっすか。あれはうわぁ、この補助バイクっていうのがあるのか、すげえ。これはなんか写真で見て見に来る人いそうな気がするな。すげえ、何百体ある、これ。密ですね、かかしですな。すげえ。そんでまた顔が一個一個なんかめちゃくちゃ凝ってるんだけど、マスクしてないけども、ちょっと自転車押しながら少し見ていこう。確かにかかしの里だ。怖い。ハイヤ祭り、ここもハイヤ祭りだな。あさひと、老人形にしてやろうか的なやつか。あ、人が、誰かが止まってたらまずわからんと思う。すごいですよねこれ。ワンピースの T シャツ着てるおじいさんがいる。夜に内部から発光したりしたら怖いけど、すげえ。
これなんか作ってる顔の感じからして一人の人が作ってるのか、これまさか。それだったらなんか年単位でかかりそうな気がしますけど、いやそうでもないか、違う顔もいるな。やっぱり一人ってことはないか。母が植えてある。あ、こんだけ作ったらちょっとすごいですよね。10体20体だったらそうでもないのに。誰一人、これかけて、マスクかけて回るのもめちゃくちゃ大変でしょ。かかし村の維持管理のために100円募金にご協力ください。あっちにもある、馬もある。常設でしょうね、これ。そんな引っ込められないでしょう。500円入れるか。まあ入れたけどな。これ白の歯というか白の繊維か、馬の毛は。このスーツ雨ざらしでいいんですかね。雨ざらしにしてはこのスーツ綺麗すぎませんかね。え、これ雨ざらしでこの状態、ちょっと綺麗すぎますよね。なんでだ。まさか本当にこれ常設じゃない。でもかかしの里だからそんなことないよな。スーツが綺麗すぎる。今だけかな、ゴールデンウィーク中ってことですかね。確かに例えば1年間晒してあったとしたらこんな状態であるはずないもんな。片付けるなのかな。うん、片付けるのも一人でやったらどんだけかかるんだこれ。すごいな。あ、少し姉妹もいる。うちに。でもそれだったら屋根を作って上にかけるとかの方がまだ連休。ああそうか、服だけを取り替えるっていうのはありそう。ありそうだけどそれもめちゃくちゃ大変そう。うん、道の駅かかしの里っていうとこです。これ獅子舞の中の人も、なんか今頭動いたけど、獅子舞の中の人まで作ってある。あと下半身しか出てない場合は本当になんか人間に見えるから怖い。今風に吹かれて外からだろうけど頭がカクッと動いてちょっと怖かった。でもやっぱりあそこのあれはすごいですよね。混じって、うーん。これはちょっといいもん見れたな。すごい。山の中もいいけどこういうの見てもいいな。山の中通るのもいいけど。やろうか。踊り狂い、このちょっと足が揃ってる感じもいいな。老人形的なバイク駐車場。固まって、私の格好じゃな。停止物か。9割偽物の。あれ、これ小学校とかなんかですかね。あそこにもかかしいる。あそこにもっていうか道の駅中にいる。これ自転車が好きな人が来場しました。とりあえずソフトクリームあるというフルーツたっぷりで美味しい。フルーツたっぷり、あー犬にはどうすっ
かな。だって補給食食わないといけないから、まず補給食食って、まだ入りそうだったらソフトクリーム食う。血糖値上がりそうだ。最近あの食った後眠くなり方が結構、これ大丈夫かっていうぐらいになることがあるんで、若干気にしてるんですよね。甘いあの急に血糖値上がるような食い方っていうのは、実際それで今影響出てるのかどうか自覚症状なくて分からないんですけど、だけどソフトクリーム1時間、あーくそ、なんでそんな情報を伝えてくるんだ。まずは生ものの糖尿病のなんかリスクはあるんじゃないかと思って、うちの 母親がの方、父親はないよな、まあ、あの遺伝子的に糖尿病入っててもおかしくないはずなんで、ああちょっとこの荷物の、うん、血液検査で足がなんか随分使えるようになったから、その分燃料も消費してると思うんですよね。よっと、とりあえず大福と、大福だと表に出てるスマホとジャスミン茶を持って、あ、食堂、これですね。パッと見で本当にどれがかかしてどれが人かってちらっと見ただけじゃ分かんないんですよね。学校、あ、あっちの中ですかね。これ肩組んで座るってことか。牧師さんと、お、この人の件はこんなんなのか。ちょっとこの解釈は面白いな。そば食べ？あたのすけ。リアル投資の生ビア初めて見たな。でもこれはこれでちょっといいような気もするけど。中にもカカシいっぱいいる。あれなんて読むんだ、草辺に霊って擬人化。うん、うん、テーブルおしゃれですね。真っ赤とか真っ白とか、まあとりあえず甘いもん休憩。あ、思い出した、桜大福だ。あ、給食っぽい。西田そんなになんかめちゃくちゃ客来てるわけでもないな、そこそこ来てるとは思うけど。大王ちゃんぽんを食いましたけどね。そういうところで食ってます。よし、人間がよくできてるよな、あれも。お疲れ様です。太った、72、3キロあるはずですよ今。桜大福とチーズ大福。
そんな新しいのか。なるほど、なるほどっていうか、まだ2ヶ月経ってないのか。これです。マスクしてます。ああ、もうなんかちょっと溶け始めてる。チーズ大福から。あれあれ、うん、去年の3月オープンでした。おう、てことはやっぱりなんか毎日しまうか服を変えるかしてるんですよね。うまい、チーズ大福うまい。チーズクリームって感じがするな、これ。クリーム大福って言われても信じる気がする。チーズっぽい、なんかあのチーズした匂いあんまりしないです。宿まで大福。あ、そうかも、途中しょ。ん、3月5月が酸味、あんまり酸味はないですね。ショートカットして16キロで、多分もうちょっと迂回しなきゃいけないから、まあ20キロないぐらいですね。16時間ダムカード集めてないです。ああ、最近ダムがあるような山の中行けなかったし、ほとんど。次、桜大福。これはかなり普通の桜入りあんこ白あんの大福ですね。さっきのチーズの方がかなり美味しかったな。桜に、あれ、今日こっちに来る途中桜川って見たような、どっか。あ、そうだ、ちょっと今ツイッターでさっきのあのオレンジの皮の行けるとこまで行った時の写真を載せときます。あれ、あ、よしよし。たどれる限り遡ったけど、ここまででした。
やはり気温ちょうどいいです。気持ちいいです。うん、1年4ヶ月ぶりです。さっきの写真はここかな。さっきのチーズ大福はスルッと入ったけど、桜大福食ってるとだんだん土砂崩れっぽいとこ見えなかったです。桜大福は割と腹に来て途中でちょっとスピードが落ちました。自重して、コロナ自重とそれを理由にサボってました。あんこ重い感じですね。さっきのやっぱチーズの方がスルッと入るな。こっからどんだけ登るんかな。あ、さっきのダムの話はこの先の亀山ダムのことか。YouTube で動画にするときに引っかかるやつだ。曲。なんですかねこれ。食事とお土産はわかるんだけど、真ん中は何ですかあれ。ビル群に何あれ。なんかの活動みたいなイメージ。巨人か。巨人ですね、確かに。カカシかな。何じゃないかなって聞きそびれた。ホールドアップか。なんでしょうね、本当。カカシ関係するかな、これ。左。興味、いつもある程度考えたら分かるようにしてほしいですね。OK。展望台はなんとなくありそうな気がするの。確かにこの近くにそういうのあんのか。4時だ。まだデカバッテリーはまだ生き残ってるな。まだ給電してますね。あ、作っとんしゃーって。記念写真か。やっぱり博多弁は博多弁に反応しますよね。いや、博多弁かなあれ。九州全体的な感じもする。やっぱり最初に試してよかったですけど、ソフトクリーム無理です。入りません。
大福1個目のチーズはスルッと入ったけど、桜大福食った時点でやっぱりやめといた方がいいって体が言ってます。南の方、あとはトイレ借りて飲み物買っていくかな。ちょっと後で買うから先にペットボトル捨てさせてもらって、中もちょっと見ていきます。あ、え、大根大王飯、大根にも大王があるのか。あ、麦茶、私はいつも麦茶なんですけどね、今回はあのジャスミン茶をちょっと昨日買ってました。ちょっと下向けます。 あと読み上げ一旦切ります。あれ、これってあの焼き物と同じやつかな。あ、泥人形か、やっぱりあのスモーラ泥人形と同じ泥人形ですね。七人形と書くやつ、あれは泥玩具だったか、あっちは。あれをなんかいろいろ現代風に面白くアレンジした感じのやつか、縁起物に、うん、あ、他にもある。中学校の跡地らしいですね、ここ。中学校らしいですね、小学校かと思ったけど。もともと校舎だった感じだね。そうですね。この顔のパターンさっきも見たな。怖いだろうけど、ん、あ、すいません、今漏らした。黒板文字が、あ、本当だ、よくチョークでこんな字書けるな。うん、何言うか、腕が多い。そうや、どう、じゃあ泉谷だ。これもしかして、もしかしたら漫画的な表現？リアルすぎる。泉谷って書いてあるんですけど。世界一のサンタは、世界一強いサンタか。スタンドの威力、わらわら。こ
これは後で、あ、そうか、写真とかメールとか送りようがないな、あの山下さんに送ろうかと思ったけど、なんかあの昨日泊まったとこの宿のあのご家族の関係者の中に、過去にあのスウェーデンで世界一のサンタ選手権で優勝した日本人の人がいるって聞いたんですけどね、身長180センチ、まさかそれか、あれ、いや、そんなつながりあるか、うわ、あっちにもいる、猿もいる、うん、なんかあのサンタの勝負があるらしいんですけど、ちょっとその話に、あ、そう、さっきのあれは何だったんですかね、あの台の上に乗せられて、かかし祭りが、なんか僕は作ってるところあるのかな、ないか、なかなかいい校舎だな、うん、あの遠山号の梨、あれ梨何小学校だったっけ、木梨小学校だったっけ、こっちにはカカシいないのかと思ったらいた、多目的室だけど、普通にあの人間が利用するための部屋にも必ずいるんですね、体験道場、あ、閉まってるか、ん、窓は見える、あ、体験道場なんかカカシ作ってるように見えるな、観光客が、いや本当にどんだけかかるんですかね、こんだけ作るのって、カカシ一体だ、ちょっとあっちも、だいたい下向けながら行きます、家の中に何ですか、これ最後50年になりますね、あ、昨日は見たやつか、今はテーパーと、でもラインナップ昨日と全然違うな、レモンパンとか売ってない、うん、昨日の吉永パン屋でしたっけ、吉永製パンショップ、昨日見たのと全然ラインナップが違う、あのサバ節をまぶした唐揚げっていうのがえらい気になるんだけど、でももう入らない、あの給食ナポリタン入ってなかったかな、ということでちょっと最後にトイレに行ってお茶買っていきます、クジラの竜田揚げは世代が、じゃあ皆さんちょっと柱を見ていてください、
金でもなかったけど一応言っといた。よいしょ。さてあとどんだけ登るかな。いい柱でしたか。満足していただけていただけたようで何よりです。喫緊の。皆さんは喫緊本当になんかそんな聞き覚えありますかね。私は喫緊っていう言葉がこの年になるまで聞き覚えなかったんでちょっとショックなんですけどね。常識ですか。よっと。どっちだっけ。喫緊。10回使うか、そんな使うか。そう、喫緊の課題っていう組み合わせでしか聞いたことないんですよね。問題とか課題とか。役所の人間が、それも特に最近ってことはないんですよね。前からってことですよね。でも私がテレビでそういうの見てなかっただけか。じゃあ細かく 3D プリンターアピール。ちょっとこれバネが緩くなりすぎてて怖いな。落ちてしまいそう。単眼鏡この麦茶そうですね。さもう一つあの優しい麦茶ってあったんですけど、あっちも確か薄いっていうかあの焦げ味が薄いんですよね。もっと焦げした味の麦茶が私は飲みたいんですけどね。なんか自販機とかで買う麦茶はどれも焦げ味が足りない。限られた場面でいかず買わないと。たまたま私が接してなかっただけなのかな。天草観光バス。薄くして、いやーそんなことないと思いますけど、ミネラル麦茶も確か同じような感じだったと思います。あ、セブンイレブン。いやでもそれは最近もどっかで買ったと思うんですけどね。なんか満足できるものにはまだ出会ってないです。幼稚園の、夜間麦茶、汗かいた夜間麦茶。というわけで割と面白かったです。このかかしの里、道の駅宮地だけかかしの里。そう、あの6畳麦茶
昔からあの自販機の麦茶ってあの味しかなかったんでしたっけ。なんか最近薄いと感じることが多いんですけどね。前もっと濃くなかったかと思って。さてじゃあ国道沿いに登っていきます。やっぱ車も全然違うな。車の量向こう方通ってなかったからな。確かに小橋やっぱそうですよね。変わった説もあるんですけどね。確かに自分一人じゃ分からんし。実家の麦茶で慣れてるからだと思うんですけどね。でも自販機の麦茶そんなに薄かったっけ前から。薄いって表現は良くないかもしれんけど、あの香ばしさが足りない。結構その可能性もありますかね。一般的に知られている話としてカフェインポカリの、ああそのあたり私は今日、ああパックのそうですね、今日の夕飯は宿では出ないので3000円の素泊まりなので、あのどっか店探して食います。今日またちゃんぽん食って宿では刺身とか魚系をよく食べさせてもらったから、今日の夜何食うかな。あ、カワハギ丼が17時からだっけ。あー売り切れる前に行けるかな。あと売り切れる前に腹空かせられるかな。ひらこんにちは。黄色人で黄色、昨日あの平なんとかっていう、あの平なんとかっていうカワハギ丼の店、今日行けるかな夜。うん、今日素泊まりです。平旗か覚えらんねえな。こんにちは。黄色人で名物だよ。名物としてそんなどこででも提供してるようなもんなんですかね。人出ってだけ聞くとものすごい抵抗あるけどな。でも食べられてきたっていうんだったら多分なんか食べられるものなんだろうから、一度送ってみてもいいな。なんか救急言う。あ、22時半じゃあかかってる。うーん、わからないんですよね。ディスクローターが接触してるような感じの音でもないし、チェーンが錆びついてるような音ともちょっと違うし、なんか普通に巡航してる時だけ聞こえるんですよね、たまに。やっぱりディスクですね。あ、バグでも 前からに聞こえるんですよ。うーん、あとバグが立ってるんだったらキュッキュッっていうかチッチッとかシッシッとかいう感じで聞こえるかなと思うんですけどね。いつもの並走しながら横で聞いてくれる人がいないかなと思うんですよね。
走行中しかならないよと横で聞いてくれる人っていう仕事は職業はないんですかね。ああ山に遮られてないからちょっと風が向かい風が少し効く。お嫁さん、うん、妻、そうか、自転車のそのイオンガスラあたりの高さに合わせて腹ばい姿勢で何かの乗り物にのサイドカーとかに乗って横で音を聞いてくれる人ってイメージだったんですけど、自転車のイオンチェッカー音速それかなんか自転車のフレーム上のそんなことしてくれるかな。そもそも理解できないと思うの何言ってるか。あ、ディスク、いやーよっと、出ないように見えるけどな。分からん。そう、32C よりももっと太いんだっけこれ。フレームに、あれの異音の原因はフレーム見たら一発で分かる状態でしたね。前はラフィスタに最初からついてたタイヤで、後輪の方がシュワルベマラソンです。パンクしないクソ重タイヤ。さっきあの配信が途切れた時の上りも長く見てないですね。シュワルベマラソン使い始めてから1回もパンクしてないから、パンクしてないからな。なんかあのその峠電波が切れてた時の上りもそうなんですけど、えらく念入りにワインディングにしてあって勾配がすごく緩いマラソン。おお、ここも立派な。お子さんがいるんですかね。幹線、ああ。でもさっきのめちゃくちゃ細い道も緩かったんですよ。これじゃ峠のリハビリならんなとか言いながら登って下ってきました。あ、高い山が、まあ島だしな。
ドライブインというかたこ焼き屋さんだな、これ元。いや元じゃなくて今生きてんのかな、これ。宅急便の看板新しいし、今日閉めてあるだけかな。あ、勾配がきつくなる。あ、電波が。国道沿いでも電波ダメか、山の中は。ところママチャリで走っている、白髪っぽく見える人がいる。白い帽子だったか。復活しないな電波配信が。カシノミツル、地名かなこれ。一日ん、あ、一日10本ぐらいあるな、10本くらいはあるな。あれ流れてる？コメントがまた取れてないやつか。はいはい。映像音声 OK。 またコメントが。米ビュー、うーん、米ビュー復活することが多いんですけどね、ダメな時もある、区別がつかない、うん、もうすぐなんか地図上は強制労働、あれなんだっけ、なんとか越えっていう地、あの名前がカシノミツルって書いてあったの、地名ですかね、あれ
地名にしてはなんか変な気がするけど、地名以外の何かっていうとそれもわからない。あ、もうすぐピークかな。どこだっけ、さっき上りのピークっぽい名前が書いてあったのはこれか。長平越えって書いてある。このぐるっと行った100メートル200メートル先のところで、カスノミスーツルスー、鶴、カシノミ鶴でいいのか。変な地名だ。あ、なんか看板があるのは車、いやあんまり感じないですけどね、飛ばしてるとは。割と普通のスピードじゃないですかね、あれ。あ、ズル、カシノミズル。発音だけ聞いたら余計わからんな。カシノミズル。あ、特にピークの名前書いてないな。あ、トンネル。あと長平越えが書いてあるのはもうちょい先だな、これ。地図上で書いてあるのは。本当だ、トンネルだ。じゃあちょっと後ろのライトとロード切る。タヌキみたい。あ、短っ。あ、自転車注意って書いてありますね。まあ結構明るいな、中も。向こうの出入り口見えてるし。ライトを操作しようとして単眼鏡を落っことした。あ、ちょっと待って、車ちょっと待って。ヒヤッとした。レンズは割れてないっぽいな。テールライトと単眼鏡ホルダーは上下につな連続しているので、テールライト操作しようと思って単眼鏡を横に吹っ飛ばしてしまったね。単眼鏡割ったり引かれたりするところだった。ちょっと行ったら、
いぶ遅れていってるのか。いや、単眼鏡をトンネルの中で落としました。ライトを操作しようとしてって言ってるのも、これもなんか行くのに時間かかりそうだな。狭いですね。後続車がもう入り口から入ってきてはいたんですけど、今もしかしてトンネルの映像が届いてるとこなんかな。トンネルの中の時の映像が飛んだ。ああ飛んだ。単眼鏡を使ってます。あ、生きてました。あ、じゃあ、おお、あれ、あれ、あれだ。ダム速度？今の人はリア、後ろにトレーラー引っ張ってて、そこに旗立てるみたいに棒を立てて、その棒の上にアクションカムつけて、多分 GoPro つけてましたね。あれはリアルタイム配信なのか録画してるだけなのか。真似、そこまでして私は自分の漕いでる姿を見せようっていう気はあまりないんですけどね。自分が漕いでる姿っていうよりは、もう自分をスルーして景色とかを見せたいっていう方が強くて。あ、こうする通り。あ、でもさっき道の駅で行ったから大丈夫です。もうだいぶ喫緊が遠ざかった。これはあと上り返しあるんだったかな。いや、ローラースケ、あ、さっきの後ろのトレーラー。何買ったって。確かこれもあと下りだけだよな。お、あの人もしかしてちゃんぽん食ってた人かな。今の女性は多分ちゃんぽんのとこで一緒だった人じゃないかな。サングラスしてるからようわからんかったけど、あそこまで処理されると多分あの人しか思いつかない。さっき山の、そう、女性ですね。そう、釜の飯。さっきちゃんぽん食ったとこでは、私よりちょっと年上ぐらいな感じの、キャンプツーリングのバイクの人と、あと女性の、多分宿かな、キャンプかな。の2人のバイカーと話しながらちゃんぽん食ってたんですよ。長野県長野市から来てる人でしたね。少なくともちゃんぽん一緒に食った人は。もう一人の人は確か群馬県から来てた。ダムの方って右側の方？ああ、これか。に行った方がなんか面白いもあるかな。まあ、車の少ない方に行くのはやぶさかじゃないんですけどね。じゃあ行ってみましょうか。通れないとかそういうことが書いてなければ大丈夫でしょう。亀川ダムって言ってたっけ、これ。そう、ヤブサメでは、ヤブサカの意味は知らんけど。令和4年3月25日から令和4年11月8日まで全面通行止め。ではいつもの
まあ早く分かってよかったな。ああよかった。もうこれでなんかあの入り口のところに書いてなかったらクレーム入るレベルだと思いますけどね。先駆と行き止まりイベントん、あれ今なんか車入らなかった、気のせいか。これが確か亀川ダムですよね。湖面がちらっとしか見えんけど、うん、途中までは多分、ただ抜けるあのエスケープできる道が来る前にどうも地図見る限り通行止めになってるみたいだったから、何型かな、直下型。亀川ダム何型なんでしょうか。ダムカード集めてないんですよ。なんか言ってるな前輪が。なんだろう一体。もしかしてガタついてもういないな。何の音。ローター接触してないのに。あ、重力式かぶったな今の2人。ありがとうございます。重力式、重力式っていうのはなんだっけ、まあ停滞が何型の一般的ななんていうかダムのコンクリート面が垂直になってるやつじゃないやつですよね。ん、抑えるタイプ、じゃあ垂直になってるやつか。重さで垂直にアーチ状になってる、アーチ状っていうかあの水に向かって上から見て水の方にちょっと出っ張ってる感じの、ああいうやつじゃないやつですかね、重力式って。重根ダムはまあ見に行けばわかるかな。携帯のところまで行ってアーチ式か。じゃあやっぱりなんていうか断面図が三角形が単に停滞として立ってるような熊？グラビティダム。どうしてもなんかゲームの武器とかそういうのが出てくるな、グラビティっていうと。私はゴーファーの野望のあれかな。ゼログラビティ。ああ、あれか、あれの向こう側が斜面になってるやつですよね、急斜面に。グラビティ可能。技術的に言ったらどんな理屈だよっていう言いたくなりますけどね、グラビティなんとかという武器は。ラスト、
水圧に耐える、横にずれるのをそれで耐えてるってことですよね。車を後ろに渡してる、あ、電波切れなかった、まあ、たまたまなんか基地局の見通しがあるようなトンネルの向きだったんですかね。20キロ、まあ下りだし20キロ超えますね、さすがに。30キロぐらいじゃないのかな、これって。一応かすかにブレーキをかけながら下っていってます。自分がヒヤッとし始めないぐらいの速度で気をつけます。この辺りなんとなく鶴峠の下りに似てるような気がする。天気いいですね。昨日よりももっと良くなってる。ほんでもって暑くない。まあしかし車が多い。雨ですか。また私の他人が不幸になることによって増す幸福感が。あ、寒い。関東の方は今雨で寒いんですかね。5月の気温としては異常ですよね。ジャンパー着てるかな、今のは。頭の中で今何とか推測してたんですけど、ワンテンポかけて。ジャンパーですよね。びしょ濡れってことは自転車ですか。でもってことは、かえって風呂なりシャワーなり浴びるときが最高ってやつですね。ゴールデンウィーク、30度とかあるんでしたっけ、5月で。まあでも30度近く行ったことあったな、さっき。雷。今回はなんか日程はもう4日間で終わってしまいそうだけど、低いですよね。今回なんかいろいろ密度高いな。久しぶりにやった自転車旅行にした上出来ですね。晴れるのは、関東がですよね。多分これ私を操っている人が自転車旅行にまた復帰させようとしてる。明日実家に帰ろうと思ってます、福岡の。ちょっと考えてみます。そう、私を後ろで操ってる人がなんか企んでるように思う。私だけじゃないな、なんか世界を操ってる人が。昨日旅先でそれもありだよな。堤防日見てないです。なんか釣りの可愛い女の子系と、なんかあれは釣りなんですか。
可愛い女の子以外の要素が何か何なのか知らない、釣りなんじゃないですかあれは。自転車旅やめれなさそうですね。でもコロナがまたひどくなったりしなければですけどね。釣りの部活なんだあれ。ゆるキャン気分も全然乗ってないです。ゆるキャンも見たことないし、私はまあキャンプ、登山とかキャンプっていうタイプ感じじゃなくて、自転車旅行の一部でキャンプをちょっとやるっていう、テント泊をちょっとやるってぐらいですからね。だあと料理も毎回毎回あのスープパスタだし。応募、ソロキャン、自転車で、今の自転車ではいやではないですね。この自転車で旅行したことは何度かあるはず。宮古島少なくともそうですね。相変わらずです、立ち上げる話は超見ますね。超見て毎回見ながらいろいろ文句言うと思いますね。あ、いやそこちょっと違うなとか、なんかそういうこと言いながら結局見ますね。でも、ネタそんなないだろうな。 3D プリンターの活動っていうのをなんか作品に、制作側作品にできるほどのネタあるかな。そうそう、そこそんなできんだろうとかいうのも絶対言いますね。あとはなんかそんなノーメンテでずっと動き続けるわけないじゃんとか言いますね絶対に。ネタに違う、そうですか。てか漫画配信とか見てるのかこれ。ネタにしやすそうかな。新しいアイディアというか、まあそのテクニックみたいなのがそんなに無数にあるわけじゃないんですよね。結局は何思いついて何作るかっていうと、とこの方がメインになるので、遠く前そうや、そうやろか。あこれほど行ってもいいな。あ、足北って水俣のあたりの話だったのか。なんかコメントで足北っていうの何度か聞こえてたんですけど、北海道かとか思ってました。北海道は足別か、あれは。で、結局これ下った後はまた今度、なんだこれ、砂利道じゃないか、よく見たら本土の市街地行ったら海沿いですか。あとはじゃあ明日の宿が取れそうな、いやそもそも宿がどっかあるかどうかとかですかね。多分部屋にテレビ、デジタルテレビあるだろうから、それにパソコンつないで地図で調べてみようかな。あ、あれ、ダイソーがあってマウスがあるかどうか見てなかったのは昨日の話か。牛深の方で人吉って内陸側の方でしたっけ。八代から人吉って言われたんでしたっけ。水俣足北のっていうのと、八代人吉って確か結構な、ごめんびっくりした。はあ、今視界が、左の方の視界があんまり取れてなかったな。よかった、歩道だから飛び出されても私の方が 100% 悪いからな。いかんな、今話してて、民家の入り口とか
細々チェックするのしてなかったな。危ねえ危ねえです。ましていいレベルかどうかちょっと今お、そうですね、やっぱり歩道は怖い。ん、今のヒヤリハットですね。なんか 0.5 秒とか1秒のタイミングのズレで、あのかすったりぶつかったりしてた可能性ありますからね。うん、今みたいな状態になったってこと自体がやべえ。やっぱできるだけ歩道は避けたい。うん、ですね。下に寄られたら全くですよね。本当にヒヤッとしたな今。一応今の女の子にはあのごめんっていう風な感じの手サインをしたんですけどね、伝わってりゃいいけど。あ、熊川豊島です。イオンでけー。あ、セリアがある。セリアはマウスとか置いてあるの見たことないな。マウス置いてあったのはダイソー。今私がマウスにこだわってるのはルートを検索、ルートをその検討するときにマウスで操作しないとやってられないから、まあ、調べ物も大体そうですけど、この小さいノートのポインティングデバイス使って画面操作するのは苦痛です。やっぱりどんな景色でもマウスがないときついので、ダイソーがあったら見ていきたい。キャンプマウス、え、あのセリアにもありましたっけ。セリアにあるんだったらちょっと見てくるかな。ちょっと待ってください。あの本当にセリアにマウスがあるかどうか検索すればすぐ出るんで、セリア、マウス、100均のマウス比較、ダイソーの2機種は20丸、セリア、キャンドゥは、あ、人よし。あ、確かにセリアは、セリアでマウス取り扱っていません。もう本当にこの手の記事は最初に結論書かねえから頭にくるな。まあ、あの広告含めて読んでもらうために書いてるんだろうけど、あ、足切った。まあ、いつの記事か分かんないですけどね。今さ、あのトップの方で出てきた記事だと扱ってないってことでした。今地図はいかがでしたでしょうか。電話機、そうそう、日付ですね。内容が日付によって一切影響を受けないんだったらいいんですけど、そんな情報ってまずないからな。ダイソーはも本土の方にあったっけ。今まで年金何千円クラスのマウスを新たに買おうという気にはならない。そこになんか金額的なあの障壁があります。ダイソーとセリア、あ、ダイソーあるか。ここは結構町から外れたあたりなわけだから、この先に多分ダイソーありますよね。じゃあどっかで止まったらちょっとダイソー検索するか。1000円だったら300円も1000円もそう変わらんっていう気もするけど、今フェーズ電気ありますか。 ありますね。あとあのロッキースーパーストアっていうのはどっかで見たな。宿はスエソー、
ことぶき恵み荘と書いて末荘ってとこです。昨日のあの電話で取れてなかったらどうしよう。あれ電話したのは昨日だったかな。昨日だよな。大都会、さっきの中心地じゃないとこにも結構アロッキー、あディスカウントなんだ。あの ルミエールみたいなもんか、ロジャースみたいな、私の地元の福岡でいうとこの遺跡の看板、遺跡。新市街、うん、あの私がいつも言う車社会的な紳士服の店とかがあるような並びの感じですかね。電気屋さんとかも、まあ電気屋さんはどうだろう。じゃあ止まったタイミングでって、あれもう山田だ。ダイソー、あれダイソー手前にあったんか。いやあれはセリアだ。ダイソーは市街地の方にありますね。あ天草ですよね。私の足で、前の私の足だったら5日間かかってて、今回4日間で済みそうです。いやでも今回ショートカットしてるからな、今日のルート。やっぱり本来5日ぐらいかけて私だったら回る島ですね。とりあえず次にもし来るときは連休というかレジャーシーズンは避けよう。実際、うん、私も天草、いや全く実態知りませんでした。今日のなんて、うん、明日で最後です。明日はこのすぐ先の本堂の市街地から、まあ、多分国道を通って、あで明日が最後かどうかはさっきもう一日熊本のどこかを走らないかっていうのがあったんで、ちょっと検討はしてみます。約束するわけじゃないんですけど、とりあえず私が自分で興味持てそうなところ、持てそうなところがあるかどうか調べてみるんで、いいですか。月1、ああそうですね。あとは機材が死なない限りは、ノートパソコン死ぬとまた全面的に、ノートパソコン新しく買うのはかなり敷居が高いので、スマホ配信でアクションカムすげつなげ接続できないのかな、ソニーのアクションカム。あと GoPro は YouTube 配信はできても当然ニコニコ配信できないですよね。 GoPro はヘルメットにマウントした時の面積がでかいのでちょっとあれなんですけど、あできます、ニコニコで熱くないです。空気は涼しくて日当たりはそれなりにあって最高です。ウィニングラン、それはあれで見たな、班長で。私もあれ読んでます。うん、あそこのサブスクでもそれは荒く扱っちゃやばいやつじゃないんかな。私めちゃくちゃ荒く扱ってます。後で売ることとか一切考えてないから。やばいですか。やばいは悪い方なのか。富士通のサブスク、え？パソコンのサブスクを富士通がやってるんでしたっけ？知らんかった。サブスクっていうか物理的なやつはレンタルってことですよね。レンタルとはなんか考え方違うんかな。あの声は磯日踊りだろ。これは熱暴走、それもありますね。ここは
サブスク、うん、これは右の方に乗っていくとちょっとあれかな、左に降りて、うん、降りて行ってみるか。エギング平場歩道は避けて、歩道は避けて、宿まであとどうだろう、3キロぐらいかな。市街地をちょっと北上したあたりなんで、末荘、平畑は、平畑夕方、昼休みが入って、昼休みというか、15時くらいから休みで、夕方からまた再開っていう感じなんですかね、平畑、あのカワハギ丼の。まあ、とりあえず宿に向かうか。あ、17時、ありがとうございます。もう始まってはいるけど、どうだろう、今並んで入ってるとこなのかな。まあ確か22時まで、22時か22時半ぐらいまででしたよね。風呂入ってから、あの夕飯時間を少し外して夜8時とかに行ってもいいかな。あの腹がまだ大福全然消化できてないんで。あ、困らない、そうですか。あ、じゃあ普通に6時7時ぐらいに行くかな。残ってない可能性あるわけか。あ、まあそしたらそれ以外でもまあいいけど。今日はルート変更したせいで、なんかこんなにアップダウンが少なく感じたのかな。予定してた35号行ってたらそれなりに、あ、ジェフルありますね。 あったっけ、こっちの方あるのか。今回ジョイフル見たのどこでだったっけな。ここでだったっけ。よっ、時間ですかね。アップダウンがどんぐらい違ったんだろうな。後でちょっと調べたいな。あ、そろそろバッテリー切れてんじゃないかな。デカバッテリー忘れてたけど、多分ノート PC とアクションカムがもう自前のバッテリーだけでできるとこまでやってる感じなんじゃないかな。突然アクションカムがまた切れたらすみません。忘れてたけど時間的にそろそろ来てもいいはず。限界が。あ、そうだ、あ、許可寄り道しました。結構いろいろあって面白かったです。宿で聞いてきた、あの対岸から教会見るところとか巡ってきたんで。そうだ、ダイソーにその前に行っとくかと、あとバッテリーちょっと確認して、まずアクションカムがまだ充電され続けてるのかどうか。
あ、まだ残ってる。やるな。あれなんでだ。昨日と今日で、昨日より今日の方が30分出るの遅かったとしても、ああ昼飯食ってる時間が長かったせいか。それでバッテリーがまだ残ってるのかも。でも昨日の昼飯もまあそれなりにゆっくり食ったよな、ここで。ちゃんぽん美味しかったですか。うん、ちゃんぽん美味しかったです。あの一般的なちゃんぽんとはかなり違ってました。魚介系スープで、野菜も結構もやし系だったかな。ネギちゃんぽんって書いてありました。ネギも入ってました、もちろん。ネギメインって感じほどではなかったかな。ネギ、もやしとかがそれぞれ入ってる感じでした。カツオとなんだっけな、カツオとあとなんとかって魚って聞いたんですけど、地元の名前でよく分かんなかったです。魚の名前3文字で目が入ってたかな。目なんだっけな、一遍聞いただけじゃ覚えられない。とりあえずじゃあ配信的には宿の前まで行って一旦切って、今日はあのカワハギ丼っていうのを食ってみたいと思ってたんです。メバルじゃなくて、なんか私の知らない名前のやつだったんですよ。メバルに似た五感だったような気もする。まずは宿の前まで行って配信一旦終わらせるか。その後ダイソーにも行って、キラハタ、確かそうですね、この通りをあっちにいた方、あっちにいたとこだったっけ、北の方に。だったかな、多分。まあ、そうそう。で、スエソーとダイソー近いな。スエソーに自転車置いて歩いて行ってもいいな、こりゃ。じゃあ、スエソーに向かおう、まずは。市街地に戻ってきた。メゴチでもなかったかな、メジナでもなかったと思うけど自信ないな。もしかしたらメジナだったかもしれんかな。でもメジナはなんか聞いたことある気がするんですよね。ひらーなんてなんて、すいません、風が一瞬強くてよく聞き取れてなかった。今のコメントは？ああ、でこういう夕方になってこっちに向かって走らなきゃいけなくなった時に、あの 3D プリンターで作ったメガネのバイザー、メガネにかけるバイザーをつけたりしてます。今向かう方向はそっちじゃなかったからつけてないけど、本当に向きによってはかなり眩しいんで役に立ちます。でダイソーがここにあるのか。 あった、ダイソー。
あとでここにマウス探しに行きます。んで、でかいかな、どうだろう。ダイソーの面積どんだけあるか分かんないんで、ちょっと後で、まあ夜配信の時とかでもまあなんか説明すると思います。でここ左に入って、左に、マウス確か300円だったと思うんですけどね。あ、猫だ。この通り沿いにスエ荘が見えるはず。電話をかけまくってやっと開いてた、スエ荘。スナック通りなのこの辺。宿3000円です、素泊まり。どういう字書くの？どういう字、寿恵荘、末荘。あった、これだ。鳥居のカラスだったんだ、これ。後ろが重て。ということで到着です。今素泊まりだけみたいなんですよね。結構前、昔からある旅館って感じですね。うん、8000じゃない、3000円。素泊まり3000円。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、宿配信できると思います。まあ民宿だから個室だろうし。うん、じゃあありがとうございました。またなんかケーブル外れてたな。あとでテープで補強しとくか。お疲れ様です。充電頑張ります。そうですね、お疲れ様でした。お疲れ様です。こっちじゃなくてこっち。びっくり箱、どこのことだ、びっくり箱。まあいいか。充電は 71% か。じゃあお疲れ様です。